皆さん、お元気ですか？ポケコ、極楽ポケコッコです。2024年7月13日、14日に開催される、ポケモンボーフェスト2024グローバルについて、簡単解説します、ポケコ。より詳しい情報は、概要欄または動画後半のリンクから、解説動画本編をご覧ください、ポケコ。チケットなしで誰でも楽しめるイベントは大きく2つあります、ポケコ。野生ポケモンが時間帯に応じて登場、ホームページの画像から新スマラカッチがゲットできる可能性があります。ポケコレイドバトルでは紳士ネクロスマが5つ星レイドに登場します。ポケコチケットで楽しめるイベントは大きく4つあります。ポケコ紳士マーシャドウネクロスマのスペシャルリサーチをゲットできます。ポケコグローバルチャレンジの成果によってします。ポケコ限定ボーナスが充実、色違い出現率アップ、レイドパスが1日9枚、特別な交換が1日6回できる人しです。ポケコ早期購入した方は限定タイムチャレンジから太陽と月の冠を受け取るのをお忘れなく。ポケコ